節の変わり目などは人生激変のタイミングも眠っています。劇的な人生の変化へとつながるのも今の季節です。運が覚醒する金融上昇チャンネルの坂上です。金融年間7番目突破記念書店購入キャンペーンやっております。購入したレシートでご応募いただくと財源が上がるご報告プレゼントします。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。物事にはタイミングがありますよね。例えば信号が青ばかり続くようないいタイミングだと今日はなんだか運が良さそうだなみたいに前向きに感じたり、またたまたまその場にいたから大抜擢されて人生を変えたなんていう経営者さんもいて、偶然なのか必然なのか、ただ言えることは人生にもタイミングは必要だということです。先ほどのその場にいたから大抜擢をされたという方も、当時は会社員でそこからうまくいって独立をされました。そして何か大きなことを決める場にいるという行動をされていたからこそ起こしたタイミングでもありますし、偶然ではないんですよね。また直感が働き、その直感に従ったら宝くじで高額当選をしたという方もいらっしゃいます。何かしらアクションをしていますし、タイミングが良かったのも一つの要因です。特にアクティブに動きたくなったり行動が増える季節や季節の変わり目などは環境も変わりますので、人生激変のタイミングも眠っています。ですので人生の転機になりやすい季節で、新しいチャレンジと行動力を増すことで劇的な人生の変化へとつながるのも今の季節です。劇的な変化というと突然やってくるイメージですが、実は急に来るわけではなくて、何かしらすでにメッセージが来てるんですね。雨が降る前にツバメが低く飛ぶみたいに、サインの急上昇のタイミングだってあります。ただサインにはいくつか種類がありますので、知っておくとキャッチできやすくなるんですね。知らないと激安サインが来ても気づかずに過ごしてしまいますし、ネガティブな形で現れるサインだと、もう少しで急上昇するポイントを迎えるのにもうダメだと諦めてしまうことにもつながるので、すごくもったいないんですよね。ということで今回、人生激変のサインを受け取るために、この時期に訪れやすいサインを紹介したいと思います。もしかしたらすでに大きなチャンスがあなたの近くに来ているかもしれませんよ。当てはまるものがないか最後までチェックしてみてくださいね。まずはじめに、ニュージーズのつながり、場を極める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。まず一つ目の、人生激変のサインは、突然味覚が変わる、です。こんな経験ないですか？あれだけ嫌だった食べ物が急に食べられるようになる。前は匂いを嗅ぐだけで気持ち悪かったのに、なんだか美味しそうに感じてしまう。食べてみたら意外に美味しかったけど、今まで苦手だったものが食べられるようになるのは人生の変化が訪れているサインです。これは体の中から変わってきているから起こることで、ファスティングと似ているかもしれませんね。体が綺麗になったり、今まで溜めていた老廃物が体の外に排出されたり、体が変わっていることで起こるサインになります。心と体はつながっていますから、心も変わっている場合がありますし、ずっと持っていた潜在意識のブロックが解除されたり、辛かった過去の経験や許せなかった人など癒えていない心の傷が癒されたことで、体にも変化が起きていることがあります。ですので、このサインはあなたの心と体がガラリと入れ替わっていることを伝えるサインでもあります。新しい自分になるために起こることで、今まで気づかなかったことに気づけたり、日々の些細なことにも喜びを感じられるようになったり、波動がレベルアップしている状態です。特に体にいい食べ物を好むようになったり、波動が上がったため、添加物などの低い波動の食べ物を
好まなくなる傾向もあります。あなた自身が覚醒した状態ですから、これから起こることに対して今まで以上に受け取る力が増しているので、チャンスを逃さずに掴むことができます。味覚が変わるのは毎日必ず食事をするので、気づきやすいサインかもしれませんね。二つ目は、自分を許せるようになったです。これも大きな出来事ですよね。これまでは自分を責めてしまったり、嫌いだと感じていたり、理想まで遠いことに苛立ったり落ち込んだり、何かと自分を攻撃したりと、自分を大切にできなかったことが、なんだか急にそんな自分も可愛いねとか、そういうとこもあるよねとか、自分を許せるようになるときは人生が変わっていく前のサインです。なぜかというと、責めている時の自分が発する波動は低いからです。波動が低いと、波動が低い出来事を引き寄せてしまいます。そして集まってきた低い波動で、さらに波動が低くなってしまいます。ポジティブないい出来事が一つあったとしても、ポジティブに受け取ることができなくなってしまうんです。赤ちゃんは見ているだけでも可愛らしくて癒されますよね。赤ちゃんは自分の意見を伝えることもできなくて、ノットランとか、すぐに泣くから人間ができてないなんていうことは思わないですよね。いるだけで、生きてるだけで、周りの人に価値を与えます。そしてそれは赤ちゃんだけではなく、あなたも同じです。何ができるから素晴らしい、こんな実績を残したから価値がある、そんなことはないんですね。もちろんできることや積み重ねた実績は素晴らしいものです。ただ何かをしたから素晴らしい、価値があるということではなくて、存在しているだけで価値があり、世界に一人だけの素晴らしい存在です。だから何かができたからいい、できてないからダメというわけではなく、いいところもたくさんありますし、短所もあるし、だってそれが人間だものということなんですね。自分を許すことは自分を愛することです。自分を愛するからこそ、人にも愛を注げるようになります。そんな自分を許せるようになったということは、あなたが自分を大切にしていて愛していることで、愛のレベルアップしているサインなんですね。自分を受け入れることで自分を許していく、そしてありのままの自分で受け入れることで、生きることで今まで見ようとしなかったところが見えてきます。短所と長所は表裏一体です。実は僕は笑うことが好きではなかった時期があります。睡眠が全くできずに働いていた時は、朝鏡を見ることも嫌いでした。それは目の下にひどいクマができていて、笑うと余計に目立ってしまい、しわくちゃになる笑顔が老けているようで、自分の顔が嫌いだった時期がありました。今では考えられないですが、当時は笑うことをあまりしていなかったので、たまに笑うことで周囲が驚くぐらいでした。それも自分を受け入れられるようになってから、自然と笑えるようになったんですね。そうすると笑顔だけじゃなく、とっても楽になって生きやすくなりました。心の底から笑うこともできるようになったからです。人生も上向きになっていきましたし、自分を許す、自分を受け入れるという変化が起きたら、幸せがやってくるサインです。特に風の時代の自分らしく自然体で、自分軸がのびのび輝く、人生が激変するサインであることを身をもって実感しています。三つ目のサインは、突然花びらが落ちてくるです。街中を歩いている時、近くに木も花もないはずなのに花びらが落ちてくる。また全く風が吹いていなかったのに、急に風が吹き、ひらひらと花びらが降ってくる。そんな時も人生激変のタイミングです。結婚式でもフラワーシャワーがありますよね。フラワーシャワーを浴びた方も、見たことある方もいらっしゃると思います。実はあのフラワーシャワー、とても縁起がいいんですね。お花の香りによって周りにバリアを張って、邪気など悪いものを近づけないようにする、守る効果もありますし、諸説ありますが、古代ローマから来ていると言われていて、実はかなり歴史があるんですね。ただ当時古代ローマでは、結婚式の時には
小麦という豊かさの象徴を振りまいていて、結婚される方が食べ物に困らないようになるという願いが込められていたんです。その後、時代の変化で小麦がさらにお米になった時代もあり、ライスシャワーになったんですが、お米って一粒万倍日のように、一粒の思いが万倍に実るように、豊かで小宝に恵まれ実りがある生活が送れるという願いを込めて、食べ物に恵まれ豊かになるという意味で行われていて、そこからさらに変化して今のフラワーシャワーになっていきました。少し話がそれましたが、花びらが空から降ってくるということは邪気から守り豊かになるサインで、花びらの花でも少し意味が変わるんですが、春だと桜が満開になる時期で、桜の木の下じゃなくても花びらが降ってくるかもしれませんが、桜はピンクの色で上品さを表していて、優美精神美という花言葉があるので、心の在り方を意識するとさらにいい運気を呼び込んでくれます。また瀬尾律姫が宿る木なので、強力な浄化パワーや高次元とつながる力、開運、立身出世などのエネルギーがあなたの元にやってくるサインです。もちろん桜以外でも浄化による守りと豊かさが訪れる縁起のいいサインですので、風もなくて近くに木も花もなくでも花びらが落ちてきた時は、人生好転のサインかもしれませんね。いかがだったでしょうか。人生何があるか分かりません。運命は決まっているわけではなく、自分で切り開くことで今とは全く違った未来にすることもできます。今の状況は関係ありません。ぜひ素敵な未来、思い描いている未来が現実になるように、理想や夢に向かって一歩二歩と歩んでくださいね。あなたならできる、できる、できる。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また高見の運気予報サロンができました。高見くじや日々の運気を配信しています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではその動画でお会いしましょう。